西北へ南へ思いはめくる旅から旅へ狭いシートに、はい、今流れてるのですね、我々ライムスターの2013年のアルバムダーティーサイエンスに収録されているグラキャビという、まあ、ツアーの様子を歌った歌なんですね、交通情報のバックグラウンドミュージックのために作った曲ではございません、まあ、毎日流れてますけどね、はい、あのライブでも必ず歌う、まあ、自分たちでもすごく大好きな曲なんですけど、こちらの曲に乗せてお送りするのはライムスター結成30周年記念キングオブステージボリューム14 47都道府県ツアー2019の奇跡今年3月3日から始まったこのツアーでライムスターが回ってきた土地をご紹介していきます。何が始まったんだって思うかもしれませんけど、一応聞いておいてくださいね。まずは3月3日千葉、9日岐阜、10日三重、30日岩手、31日宮城、続いて4月6日高知、7日岡山、13日宮崎、14日熊本、20日茨城、27日群馬、そして5月は25日奈良、26日和歌山、さらに6月には1日山口、2日島根、8日山形、15日福島、16日栃木、29日秋田、30日青森、そして7月6日新潟、7日富山と、以上前半戦22件でございます。そうなの、今ちょうど中盤ぐらいにね差し掛かっているという感じなんですけど、はい、まあ、4月28日埼玉は大腸憩室炎で公演中止となって、振り替えが来年1月11日と決定しております、はい、すいませんね、急に何の話始めてんのかなっていうふうに思うかもしれませんけど要はですね、この47都道府県ツアーの最中、私が、県立美術館巡りというですね、新たな趣味に目覚めまして、新しい、で私がこの2そうなんですよ、22件の中で、まあ、途中なんですよ、結局気づくのが遅くて、最初、ね、はい、そう、あの2日目のリハーサル前に、お時間があるなと思って、昔は酒飲んでくれて終わってたんですけど、お映画とか行けんじゃん、最初映画行ってたわけですよ、よく考えたら映画なんか東京で行けんだろうと思って、確かに、ね、その場でしか行けないものなのにっていうところで、県立美術館、和歌山から行き始めたんですね、なので、はいはい、今のところね、和歌山県立、じゃあ5月26日以降ということですね、5月26日以降、うん、和歌山県立美術館、島根県立美術館、栃木県立美術館、青森県立美術館、富山県立美術館、以上だから 1,2,3,4,5 5箇所まだ行っただけなんですね、はい、さあここで全国の県立美術館に詳しいライターの浦島無用さん、この歌丸さんのセレクトに点数をつけるとしたら何点でしょうか。セレクトしたわけじゃないんだ俺、66点。なんでやねん。微妙に落第。なんでしかも俺選んでいったわけじゃないんですけどって。まあでも66、なんだ、その心はですね。はい、聞いてみたいと思います。点数の理由はお知らせの後。この時間は、三井住友海上、他各社の提供でお送りします。知ってる？ GK 見守る車の保険、ドラレコ型。ドラレコ型？万が一の事故の時、ドライブレコーダーから位置情報などが自動で送られて、オペレーターがトラブル状況を確認してくれるの。それ、心強いね。三井住友海上。藤巻亮太による野外音楽フェスが今年も開催決定。出演は藤巻亮太、ウルフルズのトータス松本、サニーデイサービスの曽我部圭一、くるりの岸田茂、オレンジレンジ、大塚愛、テト、 TBS ラジオ公演マウント藤巻2019は9月29日日曜日、山梨県山中湖交流プラザキララで開催。チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオホームページイベント情報、またはサンライズプロモーション東京 0570-00-3337 まで。7月23日火曜日、時刻は8時4分です。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティは私ライムスター歌丸と火曜パートナー宇垣美里です。さて今夜の特集はこんな特集です。今更ながらで恐縮ですが、県立美術館は最高。
特集最高ね。私歌丸は当年とって、50でございます。磯路でございます。恥ずかしながら新しい趣味ができました。それは県立美術館巡りです。今年3月からのライムスター全国ツアー中、空いた時間で各地の県立美術館に立ち寄っているうち、地方博物の魅力、うん、おっとやっぱり地方で金かかってる場所半端ねえな。そんな底力にすっかり魅了されてしまったのです。もちろん企画展示もいい、だけど常設展もいい、建物もいい、あと図録もいいとか、いろんなね、あと人の少なさもいいとか、あとそのなんか立地のもろもろとか、そういうのもいいみたいな、そのなんか地方美術館巡る時間の全てがいいっていうのがあって、あとね、中のカフェでなんか食ったりするのもいい、いいですね。そんな感じで私のね、県立美術館への愛が熱いうちに、となんか詳しい人いないのなんつってね、なんか呼んで話聞かせてくれないなんつったらですね、今回ね、実現の運びとなりました。ありがて。案内していただくのは日本全国の美術館に通いまくり、ガイド本、企画展だけじゃもったいない、日本の美術館巡りをしてくれた。これ後で欲しい。俺ね、与えてもらってないの。これ言っていただきたかったですよね。予習したかった。お前は事前に読むなって。美術館ライター浦島桃さんです。いらっしゃいませ。はじめまして、こんばんは、よろしくお願いします。本当に文字通りお呼び立ていたしました。全然全然すぐ来ますよ。いやでもまさかこんなドンズバのぴったりな人がね、ドンズバの追求されてる方いらっしゃるとはと思って。本当ですね、ありがたいことで。僕今日ホックホクです。本当楽しみでした。ありがとうございます。はい、ということで浦島桃さんご紹介、宇垣さんからお願いします。はい、浦島さんは国内外の様々な美術館やギャラリーを訪ね歩くフリーライター。主な著書に企画展だけじゃもったいない、日本の美術館巡り、東京の小さな美術館巡りなどがあり、ウェブや雑誌など幅広いメディアで活躍されています。そういうことです。はい、よろしくお願いします。ということで、この番組でもちょいちょいその都内の、ね、はい、美術展とかそういうのは、都内限らないか、紹介することが多くて、もともと僕ももちろんね、宇垣さんもそうです、はい、美術館行ったりする。俺でもやっぱこの番組始めていよいよ、いろんなとこ回る喜びに目覚めてというのもあって、はい、でカルチャー目が開いちゃったってところがあるんですけど、ということで浦島さんにぜひ伺いたいんですけど、まずご自身がそういう全国の美術館巡りされ始めたっていうのは何かきっかけだったんですか？やっぱりもともと、やっぱり私の原点は神奈川県立近代美術館っていうのが家の近所にあったので、親のに連れてかれてっていうのが最初で、それからこう美術っていいなっていう感じでやってまいりまして、で、大人になっていろいろなところに、ライターになって特に、取材に行ってから、空いて時間、本当、歌丸さんみたいに美術館に行こうとか、そういうのが一番多いですね。で、それから、じゃあ行ってない美術館に行かなきゃっていう気持ちに変わってきて、今度は美術館が、なんだろう、目的になって、次に美味しい酒場はどこかなみたいな、だいぶ逆転してきて。なるほど。はい、だから最初はもちろん美術そのものにも興味があって、そうですね。っていうのも当然そうなんだけど、そのうちにそういう、なんていうの、旅としてっていうか、その美術館そのものそうですねの魅力に目覚められたということですかね。で、ちょっとまず浦島さんに基本的なところを伺いたいんですけど、そもそも県立美術館とは何かという、こういうところから伺っていきたい。県立美術館とは、ですが、すごい本当そもそもですね、成り立ちとかあるんですか？後で説明しますが、そんなに実は古くないんですよ。一番新しいのは1951年、さっき言ってた神奈川県立近代美術館っていうのが一番古い美術館で、で、一番新しいのが、大分県立美術館が2015年で、この間、さっき言ってた富山県立美術館で、移転リニューアルなんで、正式なあれじゃないですか。あれが2017年かな。そんなんで70年ぐらいのスパンしかなくて。そうなんですか。もっと古くいっぱいあるんだと思ってました。51ということは、戦後ということですよ ね。ということは戦前はなぜ逆になかったんですか？国立美術館より実は県立美術館の、神奈川県立美術館の方が早くできたんですよね。っていうのは、今使ったコレクション展っていうのを、西洋美術館でやってるんですけど、あれもその戦争で、塚田さんが集めてたものが、ヨーロッパに留め置かれてて、それ返すからお前ら美術館作れよってフランスに言われて、上野に美術館を作ったっていう経緯があって、そういうなんか日本との国家として美術館を作ろうっていうのが、その戦前まではそんなになかった。そうだったんですね。もちろん収蔵品、もちろんその日本が持っている様々なものもあるけども、それを一般に公開してアーカイブ化してみたいな、そういう発想は戦前はあんまなかった。そうですね。お金持ちが、大原さんっていうお金持ちが岡山に住んでて、自分たちが岡山の人たちにもっといいものを見てもらいたいっていうお金持ちが、
このいろいろ買い集めてっていうプライベートミュージアムっていうのはできてたんですけれども、うんうんうん、公立としてはあまりまだそこまではなかった。そうなんですね、うん、まあ今でもねやっぱりその元々お金持ちが所蔵してたものを、うん、まああの寄贈もあるし、うん、まあそれこそあの根津美術館とかなんだけど、はいはい、ね、そういうものもいっぱいありますもんね、うん、だから70年ぐらいの歴史で、まあポコポコオイラたちも美術館作ろうぜみたいな形がなってきて、うん、70年代がピークなんですけれども、でまあ2000年代まであるので、全国各地でその県立美術館に行くとできた年代とかも違うんで見比べていくとすごい面白いですよ、うんうんうん、やっぱりこの時期にできたこれはこういう特徴もあるわけですか。その求めてる公共の美術館のあり方っていうのはやっぱり1970年代の 美術館に求められてるものと2000年代で求められてるものが違うから、はい、カフェが大きかったりとか、 あとなんかよなんか日の光がさんさんと降り注いで気持ちいいとか、はいはい、逆にいうのが今2000年代なんですけど、はい、ガラスあの入り口のロビーがガラス張りにドーンってなってる作り多いですね。うん、吹き抜けでドーンみたいな、はい。でも1970年代はもうちょっとなんかガチガチな感じのものが、はい、そういうのも多いので、うん、そういうなんかできた年代と見比べてみたりとかするのも面白いし、うんうん。展示収集の特徴とかもやっぱり時代によって変わるんですか。そうですね。やっぱり寄贈品が主だったりとか、うん、あとやっぱり強度のせあの作品のやっぱりあの公立の美術館なので、やっぱり強度の研究をしなければいけないっていう使命もありますから、うんうん、その強度の作家の作品があったりとか、うんうん、あとなんだろう、うちらはあのもうちょっと現代を目を集めようぜみたいな、なんか、キャラを立たせるんじゃないですけど、うまくレーベル的に、なんか、うちはこうだ、みたいな、更新はきちん各美術館にあるので、そういうのを見て、とか。はい。僕もそれを、だから、5箇所しか行ってないですけど、5箇所行くうちに、あ、全然打ち出しが違うんだ、みたいなのが、そうです。分かってきて、それもすごい楽しいところでした。僕、なんとなく最初は、イメージとして、やっぱ箱物、ね。いや、箱物ってこう、ちょっと言ってます、ふざけて言ってますけど、なんかバブル期とかにとかなんかふるさとなんとかみたいので、うんうん、なんかバコンつって俺ら的にこう見てると金無駄遣いじゃねえのみたいなのがすごい投入されていっぱいボコボコできたとか、そういう経緯があったのかなと思ったら、そういうんでもないんです。でもないですね。ボコボコ系はまあ私立あの県立ちょっとちっちゃいところだとそういうところもあるかもしれないんですけど、県としてはやっぱり何々県としては1個ぐらい美術館があった方がいいべみたいな感じで作ってるところが多いんで、あの別に作れって決まりではないんで、まだないところもあったり、ないところもあるね。あの大阪とかない。え、あ、意外や意外。なかったっけ。へえ。大阪は国立ね、国際とか、あと新津も、あの準備室あったりとか、あと他にもいろんな美術館があるから、ね、そうなりますけど。あえて作らなくていいのかもしれない。いっぱいあるからっていうのがあるのか、うん、あとなんかもう山形とかは山形美術館っていう、まあ、ほぼ私立なあの私立なんだけど公立みたいにな形でなんかもうみんなが集まってっていう、なんか規模的にもそういうのがあるから、あえて作る、もしかしたら作りたいか作る予定があるのかは知らないんですけど、ないところもある。逆にそうか、充実しすぎてるところはそういうところもあるというような感じなんですかね。で、浦島さんから見て改めて県立美術館の魅力とは、魅力はやっぱり常設展を見るのが楽しい。企画展より常設展、そうですね。その心はやっぱりレーベルのようなものってさっきも言ったのかも、言っちゃったんですけど、そのなんだろう、企画展だと何々展に行こうみたいな、クリムトを見よう、何々作家の何々を見ようっていう、あのそれだけが目的になっちゃうんですけど、常設展っていうのはその県で集めたあの郷土の作家の、あのこの崖がすごい絵を、なんか崖だけをずっと描いていた作家とか、そういうなんか郷土の魅力を知ってる人が描いた郷土の作品があったりとか、そこのでしか知られていない作家がいたりとか、そういうのが面白くて、はい、そこを知っとくと、あの観光地に行かなくてもその場所で、はい、県に行った気になれる、あの県を観光した気にもなれる。うんうん、なるほどね、だから色が出てるのは常設展だからということですかね。で、その常設の色が好きだったら、そのやってる展覧会も全然知らないあの作家の展覧会でも、ここの館がやるんだったら、きっと面白いものに違いないって思って行けるようになる。その本当レーベルが好きだから、アーティストも見てないけど聞いてみようみたいな、レーベルがいいな、はい、そんな感じです。あと常設だとあれですよね、その企画では絶対置けないような超巨大な、巨大物とかがやっぱりね、そういうのはやっぱ常設でしか置けないから、外に置いてある展示とか、外のやつとか、まあ、その現代アート系のもう
もう絶対もう無理って感じのやつとか、そういうのもね、楽しめたりしますもんね。はい、さあ、ということで、はい、ここからですね、本題ということで、まあ私が、ね、そうなんです。先ほど言ったやつですよね。歌丸さんがライムスター47都道府県ツアー前半戦で訪れた5つの県立美術館、それに浦島さんは66点という点数をつけられました。ちょっと一応言い訳しておきますけど、僕とにかく土日連続日程のうちの日曜日にしかまず行けない、ね、と、そうです。で、その、気づいたのが遅かったっていう、そういう問題もありまして、セレクトしたわけじゃないんですっていう。行けたところには行けたというか。行けたところに行ってるだけなんですけど、まあ、ただ、この66点、その心はってね、ちょっとね、伺いたい。したいですよね。うん、ここから浦島さんに、歌丸は本当はこの県立美術館に立ち寄るべきだったよ、ベスト3を発表してもらいたいと思います。では、お願いします。はい。はい、じゃあ、まず一つ目。富山県立美術館です。はい、これは行ってらっしゃったってことですね。富山県立美術館、はい、行きました。はい、チェコデザインとかね、やってましたから。素敵、うんうん、続いては、はい、青森県立美術館です。ああ、行った、はい、青森県立、これ非常にインパクトありました、うん、そして3つ目、熊本県立美術館です。熊本、ほう、これには行っていないようですね。熊本行ってないですね。はい、さあ、ということで、それぞれじゃあ解説していただきましょうか。はい、まず、じゃあ富山県立美術館、うん、まあそうですね、2017年にリニューアルオープンして、まあ移転してすごいピカピカの美術館で、はい、これが行かれたということで、うん、33点。あ、なるほど、ね、なるほど、なるほど。これ33点です。33点。うん、ベスト3だから。ベスト3なんで、うんうん、はい。で、なんで、すごい良かった。素晴らしい。はい。富山県立美術館の特徴というのはどこにありますか？うん、そうですね。まあ、まず建物は内藤博さんという、方で、アートとデザインをつなぐものっていうコンセプトで作られています。うん、で、あと、やっぱり、屋上だったり、野外だったり、いろんな野外彫刻があったと思うんですけれども、はいはい、そういうのが、いろんなところに作品があるっていうのですね。うんうん、熊ちゃんの、まず、吹き抜けのところに巨大な熊ちゃんの、はいはい、沢敦彦さんの。はい、まさに、それがあったと思ったら、そのすぐ外側の、なんていうかな、こう広い屋上空間みたいなところに、やっぱり同じやつの違う大きさのやつが、クマちゃんがこうポンポンポンと点在してたり、あと屋上がね、子供たちが遊べる、オノバトペの屋上っていうね、感じになって、すごくね、面白かったですね。佐藤拓さんっていうグラフィックデザイナーの方がデザインしたところで、すごく楽しいところですね。なるほど。で、まあもちろん作品も、こう、ピカソだったり、フランシス・ベーコンだったりとか、20世紀初頭から現代までの美術の流れが、はい、たどれる収蔵品と、あと、ポスターのコレクションがすごいんですね。ポスター、そうでした。うん。あと、シュルレアリスムの、竹口修造さんっていう方がいるんですけど、うん、その人も、書簡だったりとか、うん、コレクションがあって、それもなかなかいい。うんうん、あと、そのポスターと、あと、うん、僕ちょっとこの間話し忘れちゃったの、椅子もすごいんですよね。すごいですね。埼玉もすごかったと思うんですけど、富山もなかなかすごい椅子が、うん、楽しいところです。いいな。椅子ずらっとあって、で、いくつかは結構座れるんです。あら。実際に。的なところもあったりとか。うん、やっぱこれまさに色を出そうとしてるの、典型。そうですね。って感じですかね。あと、立地もね、公園のところ前にあって、世界で一番美しいスターバックスの近くにあったりなんかして。そう、親水公園の近くもね、あれは。これはじゃあ、浦島さんから見ても、富山県美術館、今やっぱり押さえておくべき。押さえておきましょう。押さえました。はい、はい、はい、皆さんもね、富山行かれたらぜひ行ってみてください。はい、そして、はい、青森県立美術館。青森県立美術館は、まあ、三大丸山遺跡のお隣。そう、うん、これ、これ、三丸さんもこっちと思いますから、セットですから。三大丸山遺跡にも行ってらっしゃったんですね。同じね、公園内に。そうなんです、ね。なるほど、なるほど、近くなんだ。隣、でも、隣だよって言って、あ、隣なんだって行くと、結構ね、親っていうの、意外とある。しかも、青森県立美術館が、ちょっと、遺跡側から回ると、入り口がめっちゃ入れそうなんですよ。なんですよね、俺結構炎天下で若干死ぬかと思いましたね。徒歩10分って書いてありますけどね。特徴は青森県に。特徴はまあ本当にまず白い外壁で、なんだろう、ちょっと低めのジャギジャギした建物の外観なんですけど、うん、これはその遺跡の発掘現場、トレンチっていうんですけど、うん、だんだんにこう削ってきますよね。はいはい、それをイメージした外観の青木純さんの、うん、建物なんですけど、はい、
ですね。あと、まあ、県内、やっぱ青森県だっていうんで、うん、青森っていろんなアーティストがいて、まあ、はい、一番有名なのは、現在有名なのは青森は、奈良義智さんって方で、まあ、その青森犬、青森県、うん、っていう土に埋まったでかい犬の作品ですね。はい、かわいいね、そうだね。あと、昔、ちょっと前だと、宗像志功さんっていう版画家の方だったり、はいはい、あと、ウルトラマンシリーズの、はい、原画を描かれた成田徹さんっていう方もいて、うん、そういう、青森とはっていうのを、そこで、はい、じっくり見れるっていうのもいいですね。はい、寺山修司さんのなんかポスター展示とか、うん、ありますね。だから、青森ってすごいアート系なんだっていうか、そうなんですよ。そこが僕びっくりしたんですね。うん、やっぱりその収蔵品とかもそういう特徴があるんですか？うん、そうですね。青森を意識したものっていうが多いですね。あとなんか建物の構造自体もすごい変わってましたね。そうです。あと土、叩きをイメージして土の空間があったりするんですよ。叩きをイメージしている。うん、なるほど。はー。そのシャガールの大きな、カーテンのところがあるんですけど、アレコルーム。ある、はい、アレコというあそこも、すごい地面っていうか土なんですよ。うん、それはその、青森とか、そういう昔の建物の叩きをイメージして。あ、そういうことなんですね。うん、本当は、美術館ってやっぱ土とかあると湿気とかの問題 で、ね、なかなかそういう、そういう持ち込めなかったりするんですけれども、うんうんうん、青森はあえてそれにチャレンジして。そう、だから、美術館の建物そのものがチャレンジングというか。うん、私、美術館の建物見るの大好きなんですよね。いやだとしたら相当いいと思いますよ。行ってみたい。僕はやっぱりこの青森県美術館やっぱり伺って、すごいインパクトがありましたね。うん、ですよね。はい、最高でした。うん、ということで、ベスト3のうち、もう一個は青森県美術美術館でございます。はい、そしてもう一個、これ私行けてない。行けなかった。熊本県立美術館。はい。私が大好きなだけなんですけど、熊本県立美術館は1976年にできた、うん、まあ、その今の2つは2017年と2006年なんでかなり先進的っていうか今時美術館なんですけど、うんうん、はいはい、熊本県立美術館はかなりこうオールドスタイルな、うんうん、クラシックながっちりした感じの、うんうんうん、前川邦夫さんっていう方、ね、ル・コルビジェの弟子で、上野の東京文化会館、西洋美術館の向かいにあるものを建てた人なんですけど、その人の、赤いレンガがの建物を結構作るんですけど、その、建物がすごいかっこいいところで、で熊本なんで熊本城とか熊本藩を治めてた細川さんの細川家のお宝っていうのが飾ってる鉄管もあるんですよ、うんうん、それがすごいいい所蔵品も割とじゃあオールドスクール、そうですね、オールドスタイルな、うん、あとは熊本ならではの浜田知明さんとかそういう方の作品とかもあったり、うん、なかなかいいですよ。割と僕ね、どうしてもこうモダンアート系の方に惹かれていっちゃいがちなんですけど、うん、やっぱりそういうなんていうんですかね、まあオールドスクールと言いましょうか、そういうのの良さもあるわけですね。ありますね。なんかとにかく重厚でなんか圧迫感があるんで、まあ、これはこれでいいかなっていう、なんかいろんな美術館がこの頃出てきたから、あえてこういうクラシカルなものもの良さがかえって際立ってきてる感じが、フレッシュって感じがあるんですよね。さらに浦島さんから注意もあるという。注意実はああ、そう、なんで県立なだけなんですか。いや、これは違うんです。これはですね、アニマルで、いやいや、そうなんです。言い訳させていただきます。あくまで便宜上県立と言うとるだけでございまして、まあ例えばわかりません、横浜市立美術館とかね、市立であっても立派なところあるのはもちろん存じ上げてますし、むしろ浦島さんに、あんたね、ここは県もいいけどここだったら市行っときなはれ、ここをぜひ。あ、名古屋。名古屋は県もおすすめだし、市もおすすめだし。へぇー。それぞれに色の違いがあるんですか？ありますね。まず名古屋県立の方は。名古屋県立、あ、これって、後で言うやつだ。あ、OK、後で言うか。OK、じゃあそこは取っておきましょう。市立は、埼玉県立近代美術館と同じく黒川紀章さんの建物なんですけど、結構似てるんですよ、埼玉と。なので、その似た感じを見比べていただくっていうのと、あとですね、メキシコ壁画運動っていう、謎の美術運動が昔1920年代にあったんですけど、そこでメキシコで壁画を学んでいた北川民治って人の絵がかっこいいんで、見ていただけると。
やっぱり、県立と違って、うん、その私立、一律とか、うん、私立、私立、美術館、うん、それぞれの良さ、それぞれちょっと大雑把に色とかあるんですか、違いっていうか。そうですね。まあ、私立って言ったら、まあ、より ローカルに深くなってるっていうのもあるし、うん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 、あと、プライベート、私立は、よりその、作った人の趣味が出るんで、うんうんうん、よりコア気味な感じに、うん、それこそ根津美術館だったら、古美術や、うんうんうん、でも多分、その、公立美術館になるとそこまで趣味に割けないから、はい、きちんと平等もあるから、確かになんでそういうなんだ、あの私立、私立だったらコア度を見極めて、うんうん、で私立だったらもうちょっと ローカル な、うんうんうん、なんだろう、こだわりを根付いたものっていうのが、なるほどね、それこそあの県立以上に攻めた展示がある場合もあるってことなんですね。そうですね、うん、そうか、じゃあこれはちょっと一緒にね検索してあれしないといけない、広く調べないといけないですね。調べてはいるんですよ、僕博物館も行きたいから。確かにね、だからこのうまく回れるようにね、それをねあの考えるのが楽しいんじゃん、うん、スケジューリング、はい、ツアージャンキーなんじゃん、もう観光ジャンキーなんじゃん。さあここでちょっとブレイクを挟みましょう。浦島さんの選曲で1曲聴いた後、さらにおすすめの県立美術館伺ってまいります。浦島さん曲紹介お願いします。P モデルで美術館で会った人だろう。ということで、はい、お送りしたのは P モデルで美術館で会った人だろう。これはなぜこの曲を選ばれたんでしょうか。1979年、はい、40年前、うん、美術館の話なんで美術館のって言ったかな、まんまでございました、はい、まんまでございましたね。でもこれ P モデルメジャーデビュー曲なんですね。そうなんですね、知らなかった。はい、といったあたりで、本日は日本各地の美術館に詳しいライターの浦島もよさんに県立美術館、まあ県立およびね、まあ、各種の美術館魅力について、はい、お話を伺っております。ということで後編参りましょう。
ライムスター全国ツアー後半戦で歌丸が行くべき県立美術館ベスト5。ワクワクするー、うわーい。さあ、ということで、あーもうこうやめてください。あーダメダメ、これはダメ、あの気になってライムスターのね昔の曲、これダメ、気になって喋れない、はい。ということでライムスター全国ツアー後半戦でございます。これから近いところでは今週末7月27日が佐賀、28日が鹿児島、その後8月3日愛媛、8月4日広島、9月28日鳥取、9月29日香川と続いていきます。といったあたりでこれから行けるおすすめ現実美術館を顔が緩んでる教えていただこうかと思います。はい、浦島さん、ライムスター全国ツアー後半戦で歌丸さんが行くべき県立美術館ベスト5、どうぞ発表お願いします。はい、まず一つ目が山梨県立美術館です。山梨県立美術館、はい。二つ目が、大分県立美術館です。あ、一番ねその新しいってやつ、はい。3番目が愛知県立美術館、愛知、うん、はい。で4番目が、神奈川県立近代美術館、あ、神奈川、おっしゃってた、はい、はい。で最後が、北海道立の美術館。おお、北海道、はい、はい。ということで、あのちょっと私ね、日程的にこの全てきっちり回れるかどうかはちょっとね日程にもよるので、ちょっとあの、はい、調整していきますが、うん、一個一個伺っていきたいと思います、はい。まず山梨県立美術館。山梨県立美術館はさっき言ってた前川国夫の建物が、うん、これなんでドスンとしたやつ、ドスンとしたやつなんで、まあ、あの熊本 と、2年ぐらいしか違わないので、いや精力的ですな、うん、なので、まあ、行ってくれっていう、あのこれをここに行って、あの熊本のリベンジをぜひ、確かに確かに、なるほど。っていうのと、あとここはですね、ミレーの美術館として知られておりまして、ミレーの、なんだ、あれ、種まく人っていうのが一番有名なんですけれども、はいはい、多分、ツアーの日は、海外に今貸し出されててないっぽい。出た、このパターン。あー出ました。ないんかーいってやつね、うんうん。なるほどね、貸し出し中。まあ、逆もありますからね、さっきの、シャガールもね、フィラデルフィアから。来てくれてますね。来てくれてるのもありますから、その会社。でも、その代わり、このミレーの美術館だってことでは、他のいろんなミレー作品を、いっぱい集めてて、ミレーだけ、うん、の館、ミレー館みたいなのも作っているので、うんうん、まあ、行けばそのミレーの良さが分かるっていう感じですね。なるほど、はい。ということで、はい、山梨県立美術館、あれですね、やっぱりね、美術館の建物もオールドスクールならね、うん、所蔵品もやっぱり ね表してますね、うん、はい。でもこういう時じゃないと俺とかはやっぱミレーまとめて見るとかそんな機会ないんで、うん、そうですね、うん、すごい楽しみですね。そう、いろんな作家を、同じ作家の作品をいっぱいいっぺんに見るっていうのもなかなか、うん、そうなんですよ。ああ、なんかようやく分かってきたみたいな、うん。しかも東京でミレー展とかやったらですよ、うん、どんな騒ぎになるってことじゃないですか。大変なことになるよ、うん、だからそれがまたねいいんですよね、うん。これまた立地も良さそうだな、お庭のなんか動画で。そうですね、な感じ。そしてコレクション展、一般510円。そう、安くないですね。安いです。県立美術館って本当安いですよね。もうただ同然とはこのことですよ。そうなんですよ。うん、いや、どっちも見ちゃおうと思って。そう。全部見ちゃうんですよね。超最高。超最高です。うん、はい。実質ただ。はい。ということで山梨県立美術館ご紹介いただきました。うん、続きまして、大分県立美術館ですね。はい。まあ、さっき言ったように2015年にできた新しい、まだ4年目かの美術館なので、うんうん、はい、こんな美術館がいいなっていう、うんうん、みんなの気持ちが、ギュッと集まった理想の美術館になってて、とにかく明るいでなんかし、カフェも素敵だし、うん、図書室もあるし、うん、で、お土産のショップもオリジナルグッズが可愛かったり、あ、そういうのいい、最高、うん、グッズ、物、物最高、テーマパークみたいです、本当、大分って感じの、いいな、いいな、いいな、うん。これしかも、デザインされてるのは、あ、そうです、設計、坂茂さんっていう、コンピドゥの文館の方を作られた方だったり、ね、めっちゃモダンですね、私、これ気になります、地元の器で郷土料理が味わえるレストラン。そうそう。で、器見るのも好き。で、温田焼きって民芸の、ジャギ、うんうん、ジャギジャギしたって、私、あれなの。ボキャブライがひどい。いや、いいんですよ、ジャギジャギした。まあ、温田焼きで、ググってください。温かみのある器で。うん、で、やっぱ大分って琉球とか素敵な海鮮料理とかがすごい美味しいのがあるんで、それを味わえるっていう。今ね、ほんとカフェでその地元のね、そういう郷土料理出してるみたいなところ、アレンジしておしゃれにしてる、そういうのがありますね。で、所蔵品というか、その展示はどんな感じなんですか？そうですね、常設展はやっぱり大分のならではの方とかのものです。田野村地区伝だったりとか、あと、
いつも出てるとは限らないんですけど、うんうん、大分ってあの、赤瀬川源平さんとか、あの、結構いろんな方もいらっしゃるし、あと、大友ソリンとかの影響で、キリスト教のものだったりもあるので、いろんな、あと、そう神仏集合の土地も大分だったりするんで、うんうん、とにかくいろんな要素が混じった。現代アートもあれば、はい、まあ、割とこう、それこそ古代的なぐらいにもあったり、ね、うん、幅広いですね。幅広く用意してますね。楽しそう。ね、もう建物行くだけでもあれでしょうしね、うん、そしてなんとコレクション店一般。300円企画展別ですか。素晴らしい300円。ダータですよ、ダータ、こんなもんは。ほぼただ。うん。マジか。はい、ということで、大分県立美術館、まあ、まさにニュースクール中のニュースクール、ご紹介いただきました。さあ、どんどん行きましょう。そして、愛知県立美術館、愛知県美術館か。はい、うんうん、です。まあ、これ、栄の駅前のオアシス21っていうのがあるんですけど、はい、近くに愛知県立、県立 文化センターっていうのがあって、あ、芸術文化センターだ、うんうん、そこのビル12階ぐらいかな、多分一番にあるんですよ、ね、あの結構外れにあること、ね、多いの、はい、ど真ん中ど真ん中にあるんで超駅近ですね、うん、頑張れば名古屋駅からもね栄だったら歩いてるし、さあ、そして、特徴は、あ、そうですね。あの、愛知県に関連する作家はもちろんなんですが、クリムトの木、あの、馬に乗った作品とか、あと、バルテスっていうのがこの間買いましたね。あとですね、木村コレクションっていう、うん、木村さんっていう、あの、愛知の、あの、コレクター、すごいコレクターがいて、うんうんうん、熊谷森和っていう画家が大好きなんですけど、うんうん、その人の、あの、絵をせっせせっせと買って、うんうん、まあ、その他にもいろんな美術品買ってるんですけど、その人が構築した巨大なコレクションっていうのが常設にあったりするので、うん、ちょっと私立っぽいんですね。そうですね。そういった意味では、うん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 。そういうのもあります。うん、まあ、とにかくアクセス抜群ですからね。行きやすいですね。うん、これ日程さえあればもう確実に行ける。でなおかつその名古屋市立もいい、うん、あ、そうです、うん、名古屋市立は伏見っていう境の隣にあるところなんで、うんうん、歩いて行けるんで、あの見比べるとも全然できます、うんうん、ちなみに市立の方はどんな雰囲気なんですか、うん、市立の方はまあ黒川紀章設計のやつで、うん、あとそうですね、あとモディリアーニとかもあったり、あとフリーダカールも何点かあって、うん、結構いろいろ良きでございます、うん、非常にですね、こちら500円でございます、うん、はい、さあ、そして、はい、続いて神奈川県立近代美術館。はい、まあ私がさっき言ったところなんですけど、神奈川県立近代美術館はまあ一番日本初の公立近代美術館、うん、で、ね、うん、で、ですね、それが最初鎌倉にあったんですけど、今2003年に移転して葉山館っていうあの海のそばの石、うん、あの、海、ところに移動しまして。はい、うん、そうですね。で、ですね、鎌倉の最初にあった本館の横に別館っていうのがあるんですけど、そこは残ってるんで、今、うんうん、葉山館と、鎌倉別館っていう2館あるんですね。はい、で、元々あった、その、鎌倉の館はどうなったかっていうと、まぁ、ちょっと土地を返さなきゃ、あの、八幡宮、鶴岡八幡宮に土地を借りてた感じなので、境内にあるんですね、うん。で、あの、返しまして、で、建物は、あの、ル・コルビジェの弟子の前川国じゃなくて、坂倉純三の、うん、っていう人が作った素晴らしい建物なんで、うんうん、それそのままの神社の人が壊さないで、今新しい、ね、鎌倉文化館鶴岡ミュージアムっていう新しい名前で、側は残って資料館になって、いいですね、うん、そういうのいいね、やっぱね、残してもらうとね、建物自体にね、うん、もう当然文化的意味ありますから、でなんか鎌倉と葉山なんで行こうと思えばそんなに遠くないんで、うんうん、一回 見比べてみると51年にできたその県立美術館と2003年にできた県立美術館は何がどう違うのか、どういうところを大事にしたのかっていうのを見比べる、珍しいですね、その二冠体制もね、おー、なるほど、すごい楽しいです。コレクションの特徴とかは？コレクションは、まあ、あの、そう、ここは、あの、できたのは初めてすぎて、できた時、コレクションゼロだったんですよ。やるぞって。やるぞって。やるぞって気持ちだけがあって。とりあえず借りてきてやって、うん、で、なんかいろんな寄付とか、あの、買ったりとかで、今はもう1万3000点とかなってて、で、まあ、もちろん神奈川県ゆかりのものもあるんですけど、うん、松本俊介の絵とか、なんだろう、結構、こう、近代、日本の近代の、うん、絵とかも多かったりとか、ね、うん、やっぱ歴史があるだけあって、うん、やっぱそこは厚みもあると、はい、あとやっぱりあのレストランなんかもいい、あ、そうだ、海がねいいんですよ、もうだって葉山じゃね、そんな、ね、なんか一流レストランじゃなくて海見ながらみたいなことでしょ、うん、結構そう並んじゃう時もあるですね、土日は楽しみに行くのもいいですね、地元食材ふんだんに、うん、
ただ問題は神奈川県は多分止まるってことはないと思います。5億パーセント止まるってことはないから、普段、要するにこれ普段行けってことね。まあそうですね、行ける場所ではありますからね、平日いいです、おすすめ。また横須賀美術館とかもあるし、神奈川は見逃せねえな、おい見逃せねえな、おいお宝だらけだな、おい周りな。だんだんどっちが含まれてる。ちょっと変な感じになってきた。さあ、そして最後、5つ目の最後、はい、北海道。同立の美術館。実はですね、北海道ってですね、同立美術館が5つもあって、はい、北海道立近代美術館札幌で、あと函館美術館、釧路芸術館、帯広美術館、あと同立三岸幸太郎美術館って5つもあるんですよ。やっぱ広大ですからね、それはね。なんで、まあ、全部回れない場合は、札幌にある北海道立近代美術館と、その近くに、三岸幸太郎美術館っていうのがあるんで、はしごしていただくと。三岸幸太郎。はい。それぞれ、ちょっとじゃあ教えてください。まあ、道立近代美術館は、ですね、まあ、そのまんま、北海道のゆかりの人と、あとですね、エコールドパリって呼ばれてた、バスキン、ジュール・バスキンとか、そういう方、の画家の絵とか、ガラスの作品とかが多かったりします。要はパリで活動していた、まあ、異国の、はい、人たちですね。ガレ。ガレ、そうですね。ガレとか、そういう、昔の、19世紀末から現代ぐらいまでのガラスの作品が多いですね。なるほどね。なんかこの建物もね、やっぱり素敵ですね。これやっぱ、ね、日がさす系ですよ。白くて低い日がさす系のね。おしゃれ系でございます。うん、そして、その近くに、三岸幸太郎さん。三岸幸太郎さんとご用意はあ、ですね、この人、20世紀、あれそあ、うん、三岸節子さんって人の旦那さん、1920年代、あれ、戦前に活躍した画家の方で、はい、すごい蝶々の絵とか、すごい素敵な方の作品ですね。なんかこれ北海道の方ですね。はい、そうですね。あれ、ちょっとあったっけな、ごめんなさい。ちょっと確認します。でもこの2つがすごく近くにあるということですから。うん、そうですね。これでもね、近くにあるのいいんですよ。うん、やっぱ回るのが、富山もやっぱりガラス美術館と、やっぱり富山県立美術館回るとかね。まあ近くはなかったけど、まあ、タクシーとかで回るっていうのがやっぱりね、いいあたりですよね。そっか。確かに。気持ちが上がってきてるから、もう一個って感じで見に行きたくなりますもんね。はしご楽しいですよ、やっぱり。ねえ。ということで、まあ北海道行ったら、まあ間違いなく札幌は札幌だと思いますんで、北海道立近代美術館と、その近くにある北海道、これも同立なんですね、北海道立、三岸、幸太郎美術館、こちら回れるということでございます。改めて5つを振り返っていきましょうか。山梨県立美術館、大分県立美術館、愛知県美術館、そして神奈川県立近代美術館、北海道立近代美術館、北海道立三岸幸太郎美術館をご紹介いただきました。はい、ということで、まあ、おすすめ5つご紹介いただきましたけど、まあ、ちょっと残る時間を使って、それ以外にも、まあ、これツアーとかももう離れて、全国いろいろ回られてると思うので、浦島さん、ぜひ、はい、おすすめ美術館。そうですね、岩手県立美術館とかは建物がすごい素敵な。岩手県立美術館。なんかね、入り口入るとドカーンと大きな吹き抜けの大空間があって、ここがすごい楽しくていいですね。あとそのさっき言ってた松本俊介とか万津哲五郎とか、そういう岩手ならではの作家の作品もあります。やっぱり地元のあると、あと山口県立美術館っていうのは、和樹康夫っていうシベリアに抑留されてた方の絵があるんですけれども、その絵が結構ね、心に来るので、ぜひ行ってほしい。すごいですね。その強制労働の、そうですね、経験を描いた、そういうのいいですよね。そういうのもね、美術館じゃないけども、僕博物館で、和歌山県立博物館にいた時の一期の時の農民たちの、自分で書いたその文章、カタカナだら、カタカナで、そのいかにそのひどい目にあったかみたいなのを書いて、そういうのとか思わぬところで、すごい細かい展示なんだけどみたいなありますよね。そうですね。なんかこういう歴史もあるんだみたいな。やっぱ東京にいてこう派手なね、いろんなものをわーってやる中だと、つい見逃してしまうようなところを、やっぱりこういうところ行く機会でこうキャッチできるっていうのはいいですよね。はい。あ、ということで。
すごいメールたくさん来てるんですね。きっとそうでしょう。じゃんじゃん来ます。ありがたいです。ぜひちょっと、浦島さんご紹介させていただいてよろしいでしょうか。はい、ダルマボーイさん、僕のおすすめ県立美術館は、歌丸さんが8月に行かれるだろう、広島県立美術館です。僕には鮮烈に記憶に残っている企画展があります。それは2014年に広島県立美術館であった、エクワン、なんだ、ケンジか。エクワン・ケンジの世界展です。戦後の工業デザインのパイオニア的存在の地元広島出身のデザイナー、エクワン・ケンジさんの、作品を集めたこの展示会。会場にはエクワンさんのデザイン、エクワンっていうかね、ちょっと難しいんだけど、うん、さんのデザインした、様々な製品が並んでいたのですが、当時中学生の僕の目をひときわ引いたのは、ショーケースに飾られた、キッコーマンの醤油瓶。その辺の町中華にもあるような赤いキャップの醤油瓶なのに、美術館の雰囲気も相まって僕は釘付けになってしまいました。その衝撃によって大学3年のギリギリまでデザイン系進学、ね、進学しようとしていました。県立美術館恐るべし。ちなみに今は最高なことに水木しげる展やってました。うわ、最高ですね。と、まず広島県立美術館ね、浦島さん思わず、おーっとおっしゃってましたけど、どういうところでしょうか。広島にある。広島にある。うん。いや、そう、いいところです。いいところ。うん。でね、こういう、行ってみたい。まさにその県立で、うん、その、すごいですね、もうね、広島県出身のデザイナーの佐々木健二さんという方が、キッコーマンのそういうさ、工業デザインのとかはやっぱりこう、あ、これなんだ、みたいな。ね、意外とすごい考える、意外とっていうのもおかしいですけど、うん、知らないところにすごい工夫があったりしてっていうのを改めてね、私、うん、この吹き抜けがすごい素敵だった気がします。なるほど、なるほど。他にもありますか？はい。来てますかね、はい、じゃあご紹介させてください。ですね、こちらピカッチさん、県立美術館巡りに目覚めた歌丸師匠、どうもね、ツアー途中で目覚めたとのことで、群馬県立美術館にはお越しいただいてないんですね、と、ぜひ一度お越しください。入り口のところに大きな馬ちゃんがお出迎えしてくれますよ、と。ちなみに館林と高崎の2カ所に県立、2カ所に県立美術館ありますが、馬ちゃんがいるのは高崎の方ですのでお間違いないよ、ということでございます。歌丸師匠のことですから2カ所も巡られますよね、というそうなん、これ群馬県は2つある。はい、館林はポンポンっていう彫刻家がいて、それ白熊の彫刻があるんですよ、うん、それがめちゃめちゃ可愛くて、うん、で高崎青馬のやつが白熊か、白熊か、馬か究極の選択、うん、群馬だけに馬っていう方がね、そうですよね。へー、それぞれ、ま、特徴があるということで、うん、まあ、ちょっと過ぎちゃってますけどね。はい、さらにこちらはラジオネーム、パンジローさんから、青森は県立美術館もいいですが、同じ県内の十和田市現代美術館もおすすめです。うん、大きなおばさんの像があったり、体験型の展示もたくさんあって楽しかったですよ、ですって。はい、十和田市。十和田最高ですよ。十和田最高、はい、はい。十和田は、なんだろう。いろんな23個かな、お部屋があって、その部屋ごとに現代美術の作家が1個ずつ作品があるので、うんうんうん、っていう1個1個見ていくタイプの建物、美術館です。なるほど、十和田、十和田市現代、十和田市現代美術館、うん、これはちょっと見たいところがいっぱい出てくな。あとですね、ラジオネームプラレールさん、これ都立県立、近代美術館に行くならば、うん、もう、まあ、僕行きましたけど、うんうん、美術館の向かいにあるカナルパークね、これなんていうの、富岸運河冠水公園というものかな、から発着する富岸水上ラインにぜひ乗ってください。船がね、こう回ると、運河クルーズなのですが、パナマ運河張りの水の階段を体験できるコールがあります、コースがありますと、乗ったらウォーってなることを受け合いですというね、いいですね、やっぱり ね、 いいですね、こういうやっぱり観光ジャンキー的な、皆さんいっぱいたまらん、ね、たまらんぞ、これ葛飾区桑のぼさんから、うん、砂打ちコレクションを収蔵している宮城県美術館に言及してほしいです。150点近くを収蔵ですから。宮城県立美術館、はい、スノーチさんっていうエッセイストの方がいて、その人もすごい結構集めてたんですけど、コレクションがあるんですよね、うん、宮城は、うん、すごい素敵なところです。やっぱりこれなんだな。でも結論、あ、もう一個ぐらいある、うん、はい、うん、もう一つぐらいいきましょうか。じゃあね、カニパンツドキドキさんと、うん、今後のライムスターライブで訪れる美術館を調べたのですが、滋賀県の滋賀県立近代美術館は長期休館中でした。あれやんだん、残念。いいとこですか、こちらも、うん、いいとこですね、うん、そこで滋賀に他にないか調べたところ、佐川美術館という場所を発見。あ、すごいいいですよ、さすが。琵琶湖のほとりにあり、うん、まるで水に浮いてるかのような佇まい、うん、水庭があるなど、美術館の外観に注目しそうですが、所蔵品も国内最高峰の美術品が揃っているそうです。ライブスターライブスターライブ前に行ってみたいと思います。佐川美術館、私すごい好きで、うん、本の表紙にしたんですよ。ああ、そうなんだ。そんなに、
その水の上に浮いているようなという。そうなんです。こうあの水庭がありますね。うんうん、すごい素敵な。うんうん、私本当あれですね、ボキャブラリーがないです。すごいばっかりだね。いいんですよ。うん、じゃあすごいしかないですよ。すごいだってすごいんだもん。すごいんだもん。しょうがない。死がね。へえ。たまらんなわ。たまらんですよ。いや、もうたくさんあるなまあ結論から言うと、うん、どこも最高ってことですね。ですね。やっぱり最高。やっぱさ、旅体験込みだから、うん、その、なんていうのかな、それほど本来のお目当ての雰囲気じゃなかったとしても、うん、それトータルで、その場所の空気とか、うん、食べたものとか、うん、暑かったな、寒かったなとか、うん、ね、あの、途中行ったうんちゃんがこんなこと言ってたなとか、うん、そういうの込みで、ほんと、もう、なんていうか、かけがえなくなるじゃないですか。ね、なんかそういうやっぱ旅体験としてのね、そうですね、うん、っていうことがありますかね、うん、しかしちょっと浦島さん回られてますね、さすがです ね全部に対してあいいよねってお答えするってすごいなと思う頑張ってます、うん、ちょっとねまだまだちょっと日本にはですね、まあ私がまだね、うん、未開拓のリスクあると思いますんで、またちょっとこれツアー進んでいろいろ行った後にまたちょっと浦島さん、ね、反省会を反省会66点いただきましたんでね。はい。はい、でも、みんな違ってみんないい、うん、こういう結論でよろしいでしょうか。よろしいですね。全部素敵。はい。というところで、浦島さん、ちょっと僕がずっとですね、うん、お前は読むな、まだ読んじゃダメってことで取り上げられていた、これから読みむさぶろうと思っている本がありますが、はい、浦島さんからぜひご紹介お願いします。はい、浦島もよさんの著書、企画展だけじゃもったいない日本の美術館巡りは、GB より定価1600円で販売中です。はい。さらに浦島さん、なんと、新刊の情報が。そうですね。これ4月に出したんですけれども、はい、猫と藤田嗣治という、うん、藤田嗣治っていう画家の方がいるんですけれども、はい、その人は猫マニアで、はい、もうとにかく猫の絵ばっかり描いてるんで、うんうん、そのだけの本を書きました。猫をキーワードにという。猫をキーワードに。で、猫の、専門家の方に、この猫、絵のこの猫はこういうことを考えてるんだっていう、猫解説もしていただいてて、猫目線。猫目線。猫目線からっていう。はい、あ、そうなんですね、うん。藤田さんってこんな猫描いてんだ。そうなんですよ。いろんな、しかもタッチで描いてるんで、飽きない。うんあー、はい、なるほど。へー、面白いですね。さすがでございます。こちらは、いつ発売なんですか？4月に発売されています。あ、もうすでに発売されている。はい。Xナレッジというところから発売されております。はい。定価1800円ということですね。いいですね、浦島さん。でも、このやっぱ美術というのを、やっぱりその、例えば美術、県立美術館、地方の美術館というキーワードも、そうですし、ね、猫と藤田、熱があるっていう、なんかワンキーワードを置くだけで、また、いろんな切り口が、フレッシュになるっていうのが、さすがですね。さすがなのか。そうなのかな。いやー楽しみですね。浦島さんに僕はもういっぱいいろいろまた教えていただきたいなってことは。もうぜひこんなんでよければいっぱい喋りますんで。うん。あと今ちょっと聞き捨てならない情報が差し紙としてね。何？急にくだらない話になって。芸能人ブログもチェックいっぱいされている。これは打ち合わせで出てきて、そうですね。私は好きなの伊藤和恵さんのブログに。伊藤和恵さんのブログは1ヶ月に1回ぐらいシーマのことを書いてるんです。日産シーマが、うんうんうん。伊藤和恵さん平成2年からずっとシーマに乗ってるんで、うんうんうん、変えずに、もう、うん、令和になっても。で、そろそろ、伊藤和恵さん。6ヶ月点検だからって言ってアクセスしてあないわみたいなシーマの記事まだ出てないわみたいなシーマまだ点検してないわみたいなのはずっといろんな一日中それをやってます。昔芸能人ブログ警察島尾真帆という女がいた。最近あんまりブログ警察してないようですけども。そうですか。じゃあ島尾さんにお伝えいただきたい。なるほど。 ブログ警察特集もまたやってもいいかもしれませんね。いいですね。ありがとうございます。いいです。いいな、お宝、あちこちに埋もれてる。ほんと、たまめな。はい。はい、ということで、本当に今日はですね、もう最高でございました。はい。もう、ホクホクです。これから楽しみが増えました。ありがとうございます。はい、今更ながらで恐縮ですが、県立美術館最高特集でした。浦島もよさん、ありがとうございました。ありがとうございました。